おはようございます。速稼塾の久保です。今日はですね、人脈というテーマでお話したいと思いますけども、よく言いますよね、ビジネスでは人脈が大切だとか、生きるためには人脈がとっても必要なんだよってことを言いますけども、私の人脈ってものの捉え方はちょっとね、今まで皆さんが聞いたのとちょっと違うと思うんですよ。まあこれ何回かお話したことがあると思いますけども、普通人脈っていうのは自分にメリットを与えてくれる人とかね、自分と付き合ってて、あ、この人いいなって思う人を人脈に迎えたいって思う。これ普通の考え方で、これはね、私もそんなに悪いことではないと思うんですけども、私のね、速稼塾独自の人脈っていうのは、あ、この人のために何かしてあげたいな、この人に恩返ししたいな、この人の役に立ちたいなって思う人を人脈だっていうふうに考えてるんですよね。まあ、ですから私の動画の視聴者さんっていうのは、私の動画見てくださってて、会ってない方もいるんですけども、ものすごく興味があるんですよね。あ、この人のために何か役に立ちたいな。だから放送をするんですよ。こういうものだったら役に立つだろうか、こんなものでいかがだろうかとかね。それから今ね、店舗のコンサルが2件私のところに来てます。この店舗のコンサル2件っていうのは私の動画の視聴者さんで、はっきり言って速稼塾の塾生さんじゃありません。でも店舗がこんな状態なんですけどってからね、いろんな相談をしてくれるんですよ。で、従業員はこれでとかね、で、お客さんはこのぐらいいてって言ってくれるんですけども、まあ、私の店舗分析では、まあ、ABC っていうのがあるんですよ。これ ABC で何かっていうと、週に1回来てくれるお客さんを A 客、これがね、特別なリピーターさんですよね。で、 B 客っていうのは月に1回来る人、 C 客っていうのは月に1回以下の人、この分類をしてお客さんの層を掴んでますかみたいなことを話しながら、店舗のお客さんとの付き合い方とかね、それから店舗のメニューですとかサービスの細かいところまでやっていくわけなんですけども、ものすごい膨大な量になるわけですよ。で、膨大な動画の量になるんですよね。プラスやっぱり動画で CM していきましょうねって形で、動画の話し方とか編集の仕方とかっていうのもずっとねお伝えするんですけども、この間私は費用一銭もいただいてないんですよ。その方がたまにね、久保さん塾生でもないのにすいませんねって言うから、あ、塾生で申し訳ないと思うんだったら入ってもらってもいいですよと、でもお金を私に払うの惜しかったら入らないでくださいねってことをお話するんですよ。やっぱ入らないですけどもね。でもいつかね、なんかこう恩返しをしたいなと思っていただいたら、私に対して人脈を感じてくださると思います。まあ、それでいいのかなと思います。私はね、知恵とか知識とかアイデアって人に提供すれば提供するほど自分がね豊かになっていくし、まあ、世の中が豊かになると思ってるんですよ。誰も損しないと思うんですよ。まあ、だからどんどん提供していけるのは知恵とかアイデアだと思うんですよね。まあ、でもね、知恵とかアイデアをお金にしようと思うと必ず誰かが不満を漏らすんですよ。ですから私はそういう場合は、まあ、満足度に応じて払ってもらえばいいかなと思っちゃうんですよね。で、私の人脈って捉え方は、この人の役に立ちたい、この人の悩みをなんとかなくしてあげたいって思えば思うほど、私はその人に人脈を感じるんですよね。私にメリットを与えてくれるからとか、私を得にさせてくれるからとかっていう考えではないんですよ。もちろんそうしてくれたらありがたいんですけども、で、多くの方っていうのは出会いを大事にするとかね、出会いがとってもね、自分には大事だって言うんですけども、出会いを大事にしてないと私は思うんですよ。例えば、まあ、象徴的な例が NHK とかね、訪問販売とか、まあ、他にもね、いろんな勧誘が宗教の方とか来ると思うんですよ。で、それはやっぱりこう出会いじゃないですか。その出会いを大事にせずに、もう帰ってもらおうとしてるんですよね。もう邪魔だと思って跳ね返しちゃうわけですよ。じゃあこれ人を大事にしてるんですかね、と。出会い大事にしてるのかなと思っちゃうんですよ。どんな動機であれ私のところに来てくれたその人を、例えば NHK の受信料についてはちょっとごめんだけど、別の面であなたとつながっていけないかなっていうふうにトークを展開させていく、コミュニケーションスキルがあれば全ての出会いを大事にしていけると思うんですけども、自分のコミュニケーションスキルが低いがゆえに出会いを粗末にしているのが多くの人の言う人脈であり、出会いを大事にすることだと私は思うんですけども、皆さんはどのようにお考えでしょうか。それでは本日はね、以上でございます。最後にこういう例がありますね。人脈とかなんとかじゃないんですけども、速稼塾にね、返金請求をする方っているんですよ。不思議なことにね、速稼塾入ってない人が 100% 返金請求しますけども、これはどうすればいいんですかね。まあ、最近もそういう例がありましたけども、速稼塾に入った方で、お支払いした方で返金請求があるのは分かるんですけども、私に払ってない方が金返せっていうのはどういうことなのか、まあ、ちょっとね、不思議な現象がね、世の中に起きますよね。まあ、現実っていうのは、核も不思議な毎日によって行われているということでございます。それでは本日は以上です。ありがとうございました。